こんにちは、ベルンの竹内です。今日はポケットチーフの正しい入れ方についてお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。いろんなポケットチーフは入れ方がありますけれども、こう山をつけたりですとか、こう花を咲かせたり、こうパフにしたり、いろんな入れ方があります。ですけれども、基本的にこうスーツにポケットチーフの入れ方としては、私も今 やっているこの TB フォールド、この入れ方もう一つで私は十分だと思っています。その入れ方をこれからお話ししていきたいと思います。まず使っていただくのがこのポケットチーフなんですけれども、これを今から入れていくんですけれども、お客様から言われるのはですね、入れていたのにお昼過ぎとか夕方ぐらいに気がつくと胸ポケットが中にこう入ってしまっているっていうようなこと、なかなかここのちょうどいいところでキープすることができないっていうことをよく言われます。それを改善する方法をこれからお話ししていきます。まず使っていただくのはどこにでもあるペンです。定規でもいいんですけれども、ペンの方がどこにでもあると思うので、私は普段はペンを使っています。ペンを使ってですね、胸ポケットの深さをまずは測っていきますね。でこう入れていきますと、だいたいここで止まりますと。ということは胸ポケットの深さはここまでということですね。でよく皆様こう落ちてしまうっていう方はですね、ここの底につかないところでポケットチーフを入れてしまっているので落ちるんです。当たり前のことなんですけれども、なのでここの下にポケットチーフの底がこうすっきりきれいにここにつくように入れることができれば、ポケットチーフはずっとこの位置をキープすることができます。本当に簡単です。まずですね、ポケットチーフをこういうふうにしてこうくの字にして入れていくんですけれども、ペンをこのようにしてペンを押していきますね。そしてここの底がついたところとこの折れてるところで、ここでキープすることができればチーフは当たり前ですけど落ちることはないです。でこれから入れていきますけれども、もう一つ入れ方のポイントなんですけども、ここの端が来るようにして入れてください。よくですね、ここの折れてるところが上に来てしまったり、要は端ではなくこういう角にこういうところが上に来てる方とかがいるんですけれども、そうではなくここの端ですね、端でここの角がここの角に来るように入れます。そしてまずはペンを使わずに入れていきます。大体このぐらいかなというふうにご自身で決めていただいて結構です。私はあまりポケットチーフはこう見せるものではないというふうに思っています。人の目線からすると胸元なので、上から見て入ってるなとこう分かるぐらいで私は十分だと思ってます。なので、指一本分という方もいるんですけれども、私も本当にもう少し少なくてもいいと思ってます。0.5センチであったり、入れてるなというその心意気が大事なので、そしてここをこのぐらいだなというふうに入れていただいたら、でもまだここにはですね、そこまでついてないです。このぐらいです。でここからこのペンを使って、この後ろの折れてるところの間のところにこう入れていきますね。ここをですね、こうしていくと生地の折れてるところがこう少しずつ下に落ちていきます。そして全部ついたなと思ったら確認しましょう。綺麗に箱型にチーフが収まっているのがここで触って確認できます。ここで、折れてしまったりとかこうくしゃっとなっていると、ここに余計な厚みができてしまうので、あまり美しくないです。基本的にこのやり方で私は普段はやっているんですけれども、もう少し例えば毎日
ポケットチーフを付け替えるから、あのもう少し簡単なやり方はないのっていう方のために、ご説明したいやり方があります。それはですね、あのこういう、こう厚紙を使っていただくんですけれども、まあ、牛乳パックを使っていただいても結構です。それをですね、このチーフの中に折り込んでいきます。この中に入れてしまいましょうか。そうするとこう固いチーフができますね。そしてさっき測った長さに折り込んで、ここで輪ゴムを使います。輪ゴムをここにこうやってですね、1回と、こうすることでこういうもう固いポケットチーフっていうのが出来上がります。これができてしまえば、じゃこれをこのまま入れますね。するとここでピタッと止まります。これをじゃあ他のあのスーツに外していただいて、新しく他のスーツにつけても、このチーフはずっとここの高さをキープしたまま使い続けることができるので、すごく楽です。私はなぜこのやり方をやらなくなったかと言いますと、やはりちょっとここに厚みがあるっていうのがあまり私はこう慣れなかったんですね。こう何回かやったんですけれども、今は最初にお話ししたやり方でやっています。どちらかぜひやりやすい方に選んでいただければと思います。どうもありがとうございました。